今日寝る前最後の動画撮影になります。現在ですね、12月15日、夜中のね3時に近いんですけども、今日ねどうしてもねこれを開けないとねちょっといけないんで、ちょっともうそろそろね夜の作業も終わって眠いんですけども、これだけねちょっと開けて、保管用に袋に移したいと思います。でまずねこちら何かということなんですけれども、まあ見ての通りね、植物の枝です。こちらは、オークションで購入した剪定枝です。上の方に写っているものが、長さがだいたい15センチぐらい。で、これがですね、イチジクの剪定枝になります。品種はセレストというもので、糖度が18度以上になるということでね、非常に楽しみです。ただ、プチプチにくるんであってよく見えないと思うんですけれども、まあ、長さ的にはね、30センチぐらい、あります。キウイの枝になります。品種はね、大人の事情によってはっきりとね、公表することはできないそうなんですけれども、まあ、糖度がね、かなり高くて、で、果実が黄色みがかっていて、中心部が少し赤いサシが入っている、レインボーキウイという、名前で販売されているようなものです。ではね、早速剪定枝の方開封していきたいと思います。さらにラップでくるんでくれていますので、開封していきます。このように、まあ見るからにキウイのね、滑らかな質感と、茶色の奥にですね、緑色が見えるような、そんな枝です。全体的にはね、このような感じです。ラベルをつけてくださっているのでね、見失うことはないかと思います。で、節がね、1、2、3、4、5節、入ってますね。もしかしたら、これは、3、2で2本挿し木が取れるかもしれないですね。で、続きましてね、こちらが、セレストというイチジクの枝になります。はい。で、こちらも長さがね、15センチぐらい。太くてやや短めです。私ね、ちょっとイチジクは初めてなので、枝もね、初めて触るんですけれどもね、とても丈夫ですね。で、ほのかにね、なんか甘い香りが漂ってる気がします。すでに、芽吹きそうというか、すごく潤いがありますね。どこから数えるのかな？これは一節と数えていいのか？どうなのか。まあ、ちょっとこれはなしにして、1、2、3、4。で、まあ、これもちょっと傷んでるかな。まあ、4から5節と言っていいでしょうかね。あまりね、無理して失敗してもいけないのでね、1回分と思って、今、挿し木のシーズンではありませんので、入手してもね、今すぐに始められないんですね。湿らせた新聞紙とジップロックに包んで冷蔵庫で保管します。新聞紙ね、今用意しました。まあ、せっかくのでね、この株式のね、欄をね、使っていこうと思います。じゃあ、まずはね、こちら、イチジクのね、セレストの枝からくるんでいきます。で、続きましてね、こちらの、レインボーキウイね、これを包んでいきます。今だったら見えるかな？キウイってね、この枝の茶色の奥にね、少し緑色が入ってるんですよね。で、水に湿らすので、ちょっとこのラベルが傷んでしまうのでね、せっかくつけていただいたんですけれども、今ちょっと外そうと思います。で、それではね、こちら巻いていきます。巻き終わりました。こちらがね、15センチのイチジクのセレスト。で、こちらが、だいたい30センチのレインボーキウイの剪定枝です。
このね、フリーザーバッグの中に入れましたのでね、これからこれを湿らしていきます。こんなもんでしょう。ちょっと入れすぎたような気もしますけれどもね。まあ、もし入れすぎてたらまた後日管理します。このようにね、新聞紙にくるんで湿らせまして、ジップロックのね、口を閉めて、で、まあ、これをね、冷蔵庫の野菜室などに、収納して、来年の2月の半ばくらいまで保管します。で、その後ね、挿し木に移行します。というわけでね、今日はね、ちょっとこれのね、紹介だけしないとね、いけなかったので、夜遅いですけれども、動画撮影しました。おやすみなさい。